主人様。わこれは当たりじゃん。エルフは結構見てきたよ。一発で気に入ったよ。いいね、実にいい。ねえ君、僕の奴隷になってよ。何をするのかな、モブオ君。お前、エフィルに魅了をかけようとしたな。だから何、まさか君程度がこの僕とトライセン魔法騎士団将軍クライブ様とやり合おうって。これだけは言っておく、俺の女に手を出すんじゃねえよ。俺の女に手を出すんじゃねえよ。うわ、最高に臭いセリフだね。リアルで言うやつ初めて見たよ。恥ずかしくないの？そのステータスに偏った固有スキル、お前転生者か。君覗き趣味？僕の隠蔽は永久なのにそれを超える鑑定眼を持ってるなんて。あ、もしかして君の転生者。エビ、防壁に移動しろ。ヤグラを解体する。はい、ご主人様、ご分を。隠密スキル、エビリちゃんって言ったよね。行かないでよ。黙れよお前。オブジダエッジ4本作成完了。即刻くれーな。ちょっとびっくりしちゃったじゃないか。モブのくせに主人公であるこの僕をコケにするなんて。キャラメイクにどれだけ時間かけてんだ、イケメン主人公様。吹っ飛べ。無駄だよ。僕のヒーリックスバリアは物理だろうが魔法だろうが何者も通さない。普通なら触れたものは粉砕されるんだけど、随分と頑丈な剣だね。やはりこいつ強い。何笑ってんの、キモ。それより背中がお留守だよ。こいつまさか。仲間全員に魅了をかけるなんて、とんだ主人公だな。なんのん、みんな喜んでるさ。僕のような超絶美形の主人に仕えることにね。ほらほら、5対1だよ。多勢に無勢だよ。気にするな、案外そうでもない。強がってないでとっととやられてよ。君を潰してエフィルちゃんを迎え。貫通属性、僕のヒーリックスバリアが。多勢に無勢がなんだって。それ本当にゴーレム？ああ、アダマンガーディアンをベースに作った。魂も脅威させて、自律行動だけじゃなくスキルの使用も可能になってる。ふーん、黒魔法かな。面白いこと考えるね。子猫ちゃんたち、あのデクノボーたちの相手をしてあげて。いいか、あの子たちの命を取るなら後で魅了を解除する。行け。さて、これでサシだな。いい、付き合ってあげる。この僕についてくるなんてなかなかやるね。さあ、どっちが早いか勝負といこうか。
ヒーリックスバリアを使うのでも。やるじゃん、モボー君。君さえ良ければ下僕にしてあげてもいいよ。抜かせー。絶対にお断りだ。残念。じゃあ死んで。やるな。気にするなよ。代わりはいくらでもいるからさ。お前、追いかけっこはもうおしまい。そっか、そういうの気にするタイプなんだ君。でもさ、こんな世界の奴らなんてどうだっていいじゃん。窮屈なルールに縛られない自由な世界、思うがままに震える力、転生したおかげで手に入れた超絶チートなこの能力でやりたい放題。こんな楽しいこと元の世界じゃ味わえなかっただろう。君だって手にした力を使う喜びに浸ったりしたんじゃない。今も戦うのが楽しくて仕方ないって顔してたよ、バトルジャンキー君。確かにな、強い力に気持ちが満たされ心躍ることはある。でもな、独りよがりで周りを見ていないのは心底哀れで、ただただ醜い。気に入らないな。ああ俺もさ。ヒーリックスバリア投擲スエンジン。痛みっていうのが分かったか。黙れ、今すぐ消し去ってやる。見るがいい、僕の本当の力、僕のとっておきの S 級魔法を。ああ期待してるよ。舐めるな。S 級魔法は魔導士にとっての到達点。その威力はもはや最悪。もう誰にも止められない。これが僕のテンペストバリアだ。さすがにこいつはヤバいか。クロト、あれを出してくれ。ユークラとは、あとはかけるだろ。頼むぜ、黒上ディザスター。もう君は逃げられない、逃がすものか。できればエフィルと縁のある森は傷つけたくなかったんだけどな。返せ。じゃあな。
彼です。まずは初めましてですか。私はトライセン混成魔獣団将軍のトリスタン・ファーゼ。この度エルフの集落の教習を画策したものです。以後お見知りおきのほどを。そうか、お前にも相応の償いはしてもらうが、まずはそいつをよこせ。それはできません。クライブ将軍にはまだ利用価値がありますので。今の移動は召喚術か。いや、ただの召喚術じゃない。そのモンスター面白いスキルを持っているようだな。そこまで見破るとは、さすが召喚術にお詳しい。素直に認めましょう。今日のところは我々の負けです。敗者は敗者らしく、ただ去るのみ。いずれまたお会いしましょう、黒の召喚師。ご主人様、ご無事ですか？ああ、みんなも無事か？今の S 級魔法でしょ？ついにケルビン使ったんだ。相手の魔法もすごかったけど、ケルニーの方がもっとすごかったよ。しかし、痛み分けといったところですね、あなた様。敵の将軍はどうなったろうじゃ。すまない、取り逃がした。これから里に戻る。はい、お気をつけて。了解。さあ、みんなのところに戻ろうぜ、相棒。ゲーで、では本当に。はい、長老様。トライセンの S 級モンスターも将軍も倒し、敵は壊滅。この里は守り抜かれました。みんな、宴の支度だ。今宵の勝利を祝い、恩人たちに盛大な宴を。じゃがしかし、俺の女に手を出すな、じゃったか。いや、なかなか言えん言葉じゃの。さすがは我が王。ジェラールさん。いや、だって全部聞こえとったし。確かにご主人様のあのお言葉は嬉しかったですが。俺がどうかしたか、エフィルエ。エフィル、どうした？まあ、大丈夫じゃろ。おや、姫様たちも帰ってきたようじゃな。今度こそ、負けてたまるもんですか。ゴールのジェラールが見えてきました。あと少しです。何してんの？あなた様に、ケルニーに、ケルニーに、誰が最初に褒めてもらうかの勝負。そうか、わし、ゴールなの。やった！思いつきで作った魔法がうまくいったよ。メルならまだしも、リオンに負けるなんて。セーラ、ここはリオンの成長を喜ぶところですよ。そうね、おめでとうリオン。うん、ありがとうセラね、メルね。聞いて聞いて、ケルニー、あのね、僕すっごいモンスターを倒したんだよ。ああ、頑張ったな、リオン。お主もよくやったな。よかったね、アレックス。キャッキャッキャッ。まあ、そうだな。どこかで一つ間違えていたら、俺もあんな風になっていたのかもしれないな。お目覚めですかな、将軍。ここ。ご安心ください。足は治癒しておきましたよ。どういうことだ、トリスタン。痛い！ジルドラの用意した呪いの武器は全部で1342本。それを全て受けた時にどうなるか。転生者のあなたに実験台になっていただきます。実験。君、回復魔法係を頼む。決して死んでしまわないようにね。やだ、待って。そんな大きいので。
主人様。エフィル、何かお考え事でしたか？ああ、この世界に来て自分がいかに恵まれていたのか、みんなと出会えたことはどんなにかけがえのないことだったのかってな。それを守るために俺は力を使う。もっともっと強く、どんな相手にも負けないために。俺はもう後悔したくない。後悔？ご主人様？いや、なんでもない。それは？長老様にいただきましたルーミルの母の形見だと。この里に来て本当に良かったと思います。長老様や里の皆様はハーフの私を温かく迎えてくれましたし、何より母のことを知ることができました。そうか。それつけてみるか？お願いできますか？うん、よく似合ってる。ありがとうございます。あの、ご主人様。ん？私、これまで以上に一生懸命にお尽くしします。ですから一生涯ご主人様にお仕えしてもよろしいでしょうか？もちろんだ。こっちこそよろしく頼め。王よ、そんなところで何をしておるのじゃ。エルヴィン、少しは私のことも褒めてくれたっていいじゃないのよ。だらしないですよ、セラ。自分を律せないようでは。まだまだ半人前ですね。メルネーも説得力ない。お兄ちゃん、里を守ってくれてありがとう。ああ。いや、戯れが過ぎた。かような姿ですまないな。わしがガウンの獣王、レオンハルトガウンだ。女性だったのですか？いや、これはアイテムによる偽りの姿。この身でそなたらの試験も監視しておったのだ。しかし見事であったぞ、ケルビン。それじゃあ。うむ、こたびの試験見事合格と認めよう。ケルビン合格だって。エスキューじゃ。やった、おめでとうございます。あなた様、ご主人様。ああ、そうだな。そして今から4日後、正式にエスキュー冒険者昇格式を開き、そこで現役 S 級冒険者との模擬戦を取り行うものとする。 S 級冒険者と模擬戦？先輩からの手厚い歓迎といったところだな。国を挙げての盛大な祭りとなろう。存分に覚悟しておくがよい。S 級同士の戦いだと。どんな強いやつがいるんだ。今から楽しみで仕方ないぞ。その息やよし。やっぱし、またネタ悪い癖。本日2回目ですね。しょうがないよ、なってけるには。はい、重度のバトルジャンキーでいらっしゃいますから。行こうぜみんな、もっと強いやつらに会うために。